ネル登録、高評価よろしくお願いします。チワワのウリチャンネル、皆さんこんにちは。本日の動画はコカレのサブスクドギーボックスの開封動画になります。インスタグラムでみんなの写真を見ていつも羨ましく思っておりましたが、今月のおもちゃが可愛すぎてポチってしまいました。梱包からもうすでに可愛い。おもちゃ2種、おやつ2種、ケア用品1種が入っていました。このアイスのおもちゃ可愛すぎませんか？コーンとカップの部分は袋のシャカシャカ音が鳴るようになってます。ようやくウリンさんが近くに来ました。ずっと警戒して遠くからこちらの様子を伺っておりました。どちらもアイスの部分はピーティーになります。アイスのひらひらの部分もさすが犬心をよくわかってらっしゃる。こちらのアイス、カットが取り外しができて、取り外すとボールのように遊べます。お目目が真剣だ。こちらの黒大キューブ、カンカイのような香りがしました。こちらは懐かしい感じのポンせんべい、子供の頃よく食べたな。ポンせんべいの方はウリンさんのお口に合わなかったのか、わざわざ細かくしてペッペして、ルンバ先生に餌付けをしておりました。肉球ジェルの方ですが、クリームを購入したばかりなので、クリームは3日に1回くらい、こちらは毎日使おうかな。こんな感じで本当にジェルで塗った後もサラッとしてて、変なベタつきはない感じです。
ちゃは大変気に入ったらしくずっと遊んでました。ブリンさんは嬉しい時お花をブーブー鳴らすんですが、ずっとブーブー言っておりました。これから毎月楽しみだね。いつまで使用できるのかわからないけど、紹介コードもいただいたので概要欄にリンクツリーを貼っておきますので、よかったら使用してください。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるとブリー